OHK 公認 VTuber 天の晴れほかるの紹介です。はい、改めてご紹介します。バーチャル YouTuber 通称 VTuber の天の晴れほかるはライブ配信を通して岡山県の魅力を PR するために生まれました。先週16日に YouTube デビューを果たし、はい、初配信では同時視聴数800人を記録して、うん、今大注目の新人 VTuber です。はい、今週はその皆さんにほかるちゃんのことをもっと深く知っていただくために答えてほかるちゃんと題して気になるあれこれを聞いていきます。やった、答えてくれるよではまずは私から質問していきます。ほかるちゃんは岡山が大好きな太陽の精霊ということですが、岡山のおすすめの観光名所を教えてください。わかる、気になりますね。はい、早速聞いてみましょうか。答えてほかるちゃん。美観地区は外せないですね。先日僕も久しぶりに行きましたが、うん、いろんなお店が新しくできたり進化していてびっくりしました。僕は卵かけご飯を満足いくまで食べて、その後は食べ歩きをしつつ畳べりのお店やジーンズのお店を見て回りました。またそこまでの道のりで歩く恵比寿通り商店街にも新しいお店ができていておすすめです。完璧じゃないですか。素晴らしい、むちゃくちゃ知ってる。美観地区いいですよね。 いいですよ。なんか畳べりとかさ、ジーンズとか小島のことも言ってたけど、はい、あと僕ねそこにね味神社上がってもらってさすが。でこの美観地区のもうこの世界観を一望してもらうのがね、ほかるちゃん、もういいよ、マジおすすめ。次はねぜひね、そのルートで行ってほしいですね、ではエニスさん、ほかるちゃんにどんなことを聞きたいでしょう。これあの岡山のことじゃなくても答えてもらえるんですか。もちろん。本当、はい、じゃあちょっと、意地悪な質問だけど、あの無人島に何か一つだけ物を持っていくなら何ですか。なんだろう、気になる。答えられるかな。はい、では聞いてみましょう。答えてほかるちゃん。無人島に一つだけ持っていくなら、物じゃないけど友達連れて行きたいです。ずるいな。一人は寂しいし、一人でできないことも二人ならできるかもしれないからかわいい。どうしてのものっていうなら、鍋とか鍋ってなんとなく汎用性高そうじゃないですかいや確かにね、鍋って言われたらいろんな料理できそうだけど、その前の友達はずるいよ友達と鍋って面白いですね、ほかるちゃん面白いな、いや僕だったらあれかな、なんかもうほかるちゃん面白い、もうファンになっちゃったんで、ほかるちゃんが見れるようにパソコンとポケット Wi-Fi だけ2つ持っていかしてお、喜んでくれるじゃないですか、ほかるちゃんにちょっといい話がありましたね。今後いろんなこと聞いていきたいですね。面白い面白い。ほかるちゃんは普段 YouTube で活動しています。これからライブ配信やイベント出演などを通じて岡山県の名所、特産などをどんどん PR していく予定です。ぜひ天の晴れほかるで検索して今後の活躍に期待してください。以上、答えてほかるちゃんのコーナーでした。